先月、沖縄市で開かれた披露宴。共に白のウェディングドレスに身を包んだカップルが登場しました。戸籍上は女性で、男性女性どちらも恋愛対象になるバイセクシュアルの浅戸美夢さんと、戸籍上は男性で心の性別が女性と男性で揺れ動く X ジェンダーのみーちゃんです。今日は私たちの大好きな人たちがつながりが増えて楽しんでいただける一日になればとっても嬉しいです。皆様いつも本当にありがとうございます。2020年に出会った2人はおよそ1年間の交際を経て一昨年入籍。形にとらわれない自分たちらしい披露宴を挙げることに決めました。LGBT 当事者じゃなくてもスカートが揺れ、タキシードが着たい花嫁さんもいらっしゃると思いますし、披露宴でドレス着てみようかなっていう新郎さんがいてもすごい素敵だと、選択肢が増えてくれたら嬉しいなと思っております。ありがとうございます。お父様ありがとう。めちゃくちゃ素敵でした、素敵。ここもパートナーなんですけど。そうなんだ。はい、そうですね。式はまあ自分たちはいいかなと思ってたんですけど、ね、見てね、いいなって思いました。いや、嬉しかったです。こんなにも多くの人に応援してもらえてたっていうのが改めて実感できて本当に嬉しかったです。せっかくの披露宴なので、後悔せずやりたいことを好きな方を選んでほしいと思いますね、ちょっと変わってたりしても全然大丈夫です。僕らはこれやってるんで安心してください。安心してください。素敵、ねそうね、好きなことをやってて安心してくださいという言葉がすごい良かったですね、司会したかったー。だからだね、ここをちょっと俺たちなんで呼ばれなかったか、どっちも、ちょっと呼ぼうか、ではスタジオには浅戸美夢さん、みーちゃんにお越しいただきました、おめでとうございます。おめでとうございます。いろいろ SNS とかでも取り上げられてすごかったですよね。本当に多くの反響をいただきました、あ、その前にちょっとみーちゃん、こちらは気になりますか。ちょっと僕発達障害を持ってるんですけれども、ちょっと体が動きやすくて、自分の意図しないところで動いてしまうんですが、この子を持ってると安心するというか、体を動かすのを止めることができて、それで普段の活動でも連れて、活動してます。守り神といいますか、はい、そういうことですね。シーサーですね、みーちゃん。わかりました、わかりました、はい。じゃあちょっとここでもこちゃん、ちょっとお二人に質問とかありますか。はいはい、あります、あります。私、LGBT の、当事者の方のご結婚披露宴をお手伝いしたことがあって、でもそれは性適合手術を受けた上での結婚披露宴だったんですよね、だからなんて言うんでしょう、肉体的にも精神的にも金銭的にもいろんな負担があるじゃないですか、だからそういう社会をね早く変えていきたいなって思うのと同時に、お二人がこうして大々的に披露宴をどうして挙げられたのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って。はい、私たち2人で LGBT カップルとして活動している中で、教育現場に行く機会も多いんですけど、最近の学校ってもう性別問わず男女制服好きな方を選べるようになってきていて、それは LGBT 当事者だからではなく、もうファッションとして選んでる子たちもすごく多くて、でもなんかブライダルって新郎さんはもう当たり前のようにタキシードの方のご試着ご案内へ、新婦さんはウェディングドレスっていう、なんかそこをもうちょっとなんか好きな方を選べたらいいのになっていうのを個人的に感じまして、もちろんこの伝統的な形の披露宴も素晴らしいですけど、今回の私たちが行った2人ウェディングドレス2人色仕掛けの披露宴は、式場さんも初めての試みだったみたいなので、なので今後の未来の選択肢として、こういった自由な形の披露宴も増えてくれれば、沖縄のブライダル業界もさらに盛り上がることにつながるんじゃないかなと、そうなると嬉しいなという思いで、
大きく発信をさせていただきました。盛り上がるよ、新婦2人だったらメイクさん2人つくから、ね、そうね、うん、メイク業界も潤うよ、うん、ね、素晴らしい。そこ見てるんですか。そうよ、うん、いいです。でも本当に新しいパターンをね、自分たちの披露宴で見せてくれたわけだから、次またやりやすい方もいらっしゃいますもんね、絶対ね、はい、うん、本当ですよね。その VTR 中にもあったこのバイセクシュアルとX ジェンダーについてまたそれぞれ教えていただいてもいいですか。はい、私はバイセクシャル、体と心は女性なのですが、恋愛対象好きになる相手は男女性別を問わないという LGBT でいうと B ですね、はい、私が X ジェンダー、いわゆる心の性別が男女、どちらかはっきり定まってない方のことを言います。いくつか、種類もあるんですけれども、男性女性中間の方だったり、あるいは男性女性両方あったり両方なかったり、あるいは僕のように男性女性、定まってないって方もいます。これはいろんなタイミングとか心がショックなことがあったりした時に、男性女性の割合が切り替わったり、この時は女性が優位だけど何かのタイミングで男性側になったり、不定性っていうんですが、そういったジェンダーを持ってます。じゃあ日々変わったりするっていうことですよね、はいはい、うん、そしてお二人は性の多様性を広める活動もしているんですよね。はい、教育現場での講話会や、ラジオ、また昨年は LGBT と福祉に触れるきっかけというのをテーマに、ミムミーマルシェという主催のイベントにも携わらせていただきました。私たちは LGBT について理解をしようというのではなく、まず知ることから始めてみて、そこから視野や価値観が広がるきっかけにつなげてもらえたらなという思いで2人で動いています。2人いろんなところで講演会をしたりとか、学校に行ってね、お話をしたりとか、県外行ったりとかってね、発信してるんですけど、活動していく原動力っていうのはどこから生まれてくるんですか。うん、やっぱり発信をしている中で、はい、もう顔も知らないような匿名の方から SNS で心ない言葉が届いたりもしますが、やっぱりそれの何十倍も応援してくれている方々からの温かい言葉や、本当に当事者の方から、そして悩んでいる方からの本当に嬉しい言葉がたくさん届くので、もうそれが私たち2人の原動力につながっています。うん、はい、実は僕昔、すごい悩んでた時期に、人生を諦めてしまおうかと思ってしまったぐらい悩んでた時期があって、今こうやっていろんなお声ありがとうって声を聞くと、なんかその人の命を救えたような気がして嬉しく思ってます。なんか2人の活動をさ応援したいのと同時に、言わない権利っていうのも守っていきたいなってすごく思いますね。うん、そうそうそう、そうか、もう全然触れてほしくない方もいらっしゃる、もういらっしゃるから、いろんなパターンがあるから、やっぱり、その発信してらっしゃることを受け止めて、そして言わない権利も守っていきたいな、はい、すごく思います、ね、はい、これからも力強く発信していきたいと思います。はい、ありがとうございます。あさとみむさん、みーちゃん、そしてぽんちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。ぽんちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。性の多様性、障害の有無、国籍など互いの個性を認め合って、一人一人が大切にされあらゆる場所で活躍できる社会の実現は沖縄県の優先課題となっています。 LGBTQ などいわゆる性的マイノリティをその人の個性として認知しようという社会的な機運はまだまだ十分には高まっていないというのが現状です。残念なことですけれども、未だに差別やいじめ、さらには昇進や昇格にも影響があるといった報告もあるようです。私たちには性にはいろいろな形があること、性はグラデーションであることを知り、それぞれの個性として認め合うように努めることが求められています。